I've never known a love so steady. Even gold won't turn your tide.日本一周700日目、現在北海道におりますが本州が見えております。もうこっちも降りられるんだね。本当だね。松前城下町って日本最北端の城下町なんだよ。おお、そっか。ここまでは江戸幕府の支配が及んでたのか。ですね。なんかすごい迷い込んだ感するね。おしゃれだけど。ここに車を置いて徒歩20分ってことだね。はい、じゃあここに置きましょう。ルルドの洞窟ですね。墓地を、墓地なんだ。墓地をなんかかき分けていくとマリア様が崖のところにいるとかいう噂を聞いたんだけど、噂の真相はどちらかというとここだね。あ、こっちなの。ここだね。行ってきます。カトリックの巡礼地として世界的に有名なフランスのルルドの洞窟、トラピスト修道院裏の丸山にもルルドの洞窟が作られています。1989年に落成しましたが、裏山のルルドの洞窟が風化落石のため危険となり修復不能と分かったので、200メートルほど手前の山を削り現在に至っています。修道院正面から徒歩30分の位置にあり、展望台にもなっています。この実なんて言うんだろうね。クマの食べる実だよこれ。ほーん、クマの食べる実だよ。クマの。さあ、さらき岬にやってきました。こちらね、関林丸終焉の地ということで、関林丸はさあ、新選組でいうと山崎さんが鳥羽伏見の戦いの後に船乗り込んで鳥羽伏見の戦いで銃撃戦にあって関林丸の中で亡くなったっていうね、ちょっと思い入れのある船でございます。
え、もうここすぐってこと？上と下に駐車場があるの？ってこと？ここは大型か。ノードローン結構ね、函館ノードローンエリア多いですね。やっぱ観光客の人多いんでしょうね。いや、しかし綺麗ね、本当にね。青がいいね。さあさあ、月曜日の朝にもかかわらずなかなかの人出でございますね。たちまち岬。たちまち岬という地名はアイヌ語で横牛、待ち伏せするところという意味です。ここで魚を取ろうと立って待つようにという場所だったということです。たちまち岬、横牛、漢字と音が全然一致してないね。珍しいね。だね。画面では分かりにくいと思いますが、今比較的急な坂を歩いておりますよ。これってさ、クマが食べるやつじゃん。めっちゃ落ちてるんだけど。が住んでるみたいな感じの形しちゃってる。つるってしてるところとさ、ゴツゴツしてるところがはっきりしてるね。あー、激しさがすごく来るね。おー、ところでこの山って何なの？駒ヶ岳だって。これがそうなのか。なんか四国カルストとかさ、秋吉台みたいな、そんな感じの雰囲気の場所だね。なんか思い出すね。ゆうちゃん登らないね。GoPro 的に今私たちが見てる夜景がカメラ越しには見ていただけないんですけど、まあ大興奮ですね。そっか、うん、あーでもこれすごいよね。うん、なんてそんな冷静なの。ん、なんかガッチャンが騒ぎすぎててちょっと引いてる感じもしかしてマジで。なんだそれ。さあやってきました、函館山から見る夜景。はい、函館の夜景ですね。今ですね、
夜21時を回りましたね。ロープウェイはもう止まってるので、自家用車で来てる人たちばかりです。いやー来ちゃいましたね、キャンピングカーでね。登ってこれたね。登ってこれちゃうんだね、ここね。帰り無事に下がれるかっていうのはちょっと、登るよりもうね、下りの方が危険だからね、気をつけないと。何の話？というかさ、焼けの話しようよ、本当に。すごいね、すげえ相性悪い感じだ。本当に青い光が本当目立つよね。ところどころこうやって見ると緑もあるもんなんだね。信号の緑は、まあ、信号だなと思うけど、青本当に目立つね。青、赤もあるね。船のどこの明かりも綺麗だね。あれね、イカ釣りだって。違う、ほら港に入ってるさ。うん、だからイカ釣りだって。これイカ釣りなの？これから出発するんじゃん。結構でかい客船みたいな大きさに見えるけど、イカ釣り。どれどれ？あれ客船ちゃん？ダショダショダショみたいな。 A さんの海に来ております。なんかね、独特で違うんですよ。ほら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 、え、見て。いや、こっちじゃなくて足元見て。黒くない？え、超ふかふかしてんだけど。なんなのこの砂、不思議すぎる。こっちが白っぽく見える砂。砂の粒のサイズが違う。